るべきだ。
全ては整った。 続ける。 仕方ないね。
うべきか。うべきか。違う、教授。あ、教授。大丈夫、大丈夫。幻を見てきた。いや、あれは幻ではない。苦しめ、弱らせることはもう子供たちだけでなく、私にも見せ。私は敵にとってはいらない。だがそれなら私を図書館に入れず。だが敵は、つまり私も生贄たりえ。教授、タクマ君。あ、教授の。そうだ、こと、私の名前は50年前に行方不明になった。え、私は今までこの、むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと。ジジモンはミユキに声を届けても、それはいずれミユキを倒さねばならない。教授とミユキが兄弟だという情報は。私もそう思っていたよ。レナモンの憎悪も、レナモンが主、全てを救う鍵がミユキであるならば。だから無事にこの図書館を出し、私について。教授、今まで私は随分と不思議。ありがとう。いや、さて、ま、そうですね、そのためにも捜索を手伝って。ああ、わかった。悪い、葵さん、すっかり平気みたいだぜ。悪い幻を打ち破っ、役に立てたならよかったよ。この全員と合流したら、扉か罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。お前たち人間は、待ち伏せ。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて。はい、待てよレナモン。
ミノル、お前はミユキを救いたいはず。なのになぜ主に加担する。呆れるばかりだ。君たちはそのしつこさに免じて教え、ミユキを救う。そのためにこ身代わりって、主は生贄、多くの生贄を食らって私は主の手足となってお前たちを連れていく。主が巫女を返すはずがない。君はだからといってミユキを、運命の子供、僕にとっての、そうだ、お前たちの世界の時間で多くの子供たちが、お前その中にいた二人、ミノス、ミユキちゃんのお前のことだ。みは、いやいやいや、ないって。ミユキに巫女の力があるからか、あるミユキの体は時の流れから浮き、ミユキはミナセの巫女だ。セミユキはその力で、神秘の歌で。じゃあそうだ、レナモン、私の記憶の蓋、真実を隠す。私はミユキね、そしてこの世界で感じた恐怖ごと、お前を逃がしたせいでミユキは主に、私が生き残った仲間を説き伏せ、ミユキを奪還した時、お前の身勝手な保身のせいでミユキはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取る。ハル、お前は自分だけおめおめと元の、ミユキはお前を救うために心を壊されて、なのにそんな状態でも彼女は、弟はきっと来てくれる。ミユキはそう信じていた。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。自我が薄れているはずのミユキは、この姿ならば、言葉を投げかければかすかにでも反応したから、私はこの姿でいた。ずっとお前がこんな老いぼれになるまで、ずっとずっと人、レナモン、すまなかった。そうだ、贖えない罪。待ってくれ、タクマ君。あるさ、ミユキ。いや、私の目的は服、しかしミユキのためにお前の姿を取り続ける。この屈辱が分かれば、私の、デナモン、僕には主がミコを解放、ミユキを取り戻すためにすべきな、本当にミユキを取り戻したいのなら、私たちの声はきっと、黙れ、レナモン。認めない、私ではなくお前たち、おとなしく彼女のために生贄となれ。それがお、やるぜ、守ってみせる。行くぞ。甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。案ずるな、早めに終わらせる。整った。私も
だね。俺に任せとけ。終わらせる。案ずるな。早めに終わらせる。俺に任せておけ。
うべきか。私が動く。
レナモン、まだだ。もうやめて。まだ私はま…助けるから…レナモン、私は君から見える…嘘だ…嘘などつくものか。君が辛い思いをしたことはよほどなかった。どれだけ私を恨んでもらっても、主の言葉を信じたところで、私は君にこれ以上の…だからお前が…主が約束を守る保証などない。それでも約束にすがってしまったのは、そもそも最初に、そして今度は君が主に…その時一番悲しむのは…みゆき…レナモン、姉さんを、みゆきを、主…あの日私たちがするべきだったこと…後ろで教授の声に、みゆき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 、違う、あの笑顔も歌声も優しい子、みゆそう、えな、満ちました。作為行くわよ。
わよ。できた。さあ、行くわよ。できた。さあ、行くわよ。できた。
よ。どう戦うべきか。さあ、行くわよ。
よ。戦うべきか。さあ、行くわよ。取り戻せ。でも、言葉も声も声が届く。レナモン、しまった。そして、ミユキは他の人間とは、ニコの力。そうだ。池飢餓の世界をつなぐ扉を開ける力。むしろ目的は、ミユキの力。復讐だ。復讐？すまない。だが主は言葉の端々にこの世界が霧にのまれ壊れ始め、じゃあ主の目的を阻止しない両方の世界は。私はレナモン。待てよタクマ、ジジモンは。そうだとしてもギリギリまで。今のまんまじゃミユキさんが。それにうちらの声はミユキちゃんに声を届け続ける。うん、やるだけやってみようよ。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルト、仕方ねえな。ミユが危険。共に行こう。僕たちでミユキと世界を救う。あ、ポジブ急がねば、いや、認めぬ。なんでまた春の姿。もうすっかり正体も。うん、随分と長く。え、元の姿に戻らねば戦えないの。それってつまりそっちの方がリラックスで、うん、って無視かよ。うるさい。みゆきのそばで春の姿で居続け。しかしその姿、最初は確かに。それにこの姿でいたからこそ。だから。そうか。それで俺たちを。ああ、みゆきの居場所について話しておかな。みゆき、みゆきは祠。それって神社。ああ、それは今さら嘘など。主の本体がいるのは。だからたくま、それじゃあ。びっくり。ああ、ええ、
東大元暮らしってやつ。しかしあの祠にはまさか。まだあそこは何度も調べ、協力し合うのだろう。春は思い込みが激しいから、その癖は。けどさ、教授が疑い。それはそういうわけじゃないよ。全ては僕はレナモンがミユキを助けたいと。まあ、っていうかレナモンだね。うちを守った。大事な人。そうね、私たちみんなレナモンがと信じないわけには。どうやら私はすまないね、レナモン。ミユキを救えるなら。さて、敵の居場所は分かった。この世界を支配してるやつだ。チャンさん、勝つことよりもとにかくミユキ、そしてうまく彼女取り返せだろ。全力で逃げる。そして急いで。それいい。ミノルにしては上出来。おい、なんかさ。ねえ、タクマくんは。おい、タクマ。うまく、つまりこっちの世界に。なるほどな。じゃあそんなの。いや、必ずし主を倒すことと世界を正常に戻す。それって主を倒さねえと。そうとは。倒さなくても。もしや教授は。その方法はわからないだ。でもそうね。主との戦い。でもそれは。けど僕らが元の世界だけじゃ。このまま放っておけ。ミノル、このバカ言うなよ。ファルコモン、わからない。それはでも。ミノル、とにかくそれ以外に道はないだな。俺たちが元の世界に戻るためにも。ええ、ミユキちゃんの力のこと。でも祠に行く。祠へ向かう前にそれぞれ気持ちを。不安な思いを抱えたまま。お前の言うことも。教授とレナモンの言う通り、祠へ向かう前、それから